すみません、なんか途中で切れちゃいました。だから死刑にすればいいと思うんですよ。なのにその表面的に死刑は、死刑はじゃない、表面的に覚醒剤はダメです、悪ですみたいな、それしかないじゃんか。じゃあなんでやるのかとかさ、そういうとこまでいかないとずっと改善しないと思うんですよ。覚醒剤やって、じゃあその更生するためにこう施設だとか、それもいいとは思うんですけど、その自分の経験でやっぱ俺は言わないと意味ないと思うんですよ。おそらく多分テレビに出てる人っていうのはそのおそらくその人なりの経験は持ってるけど、それは伏せて喋ってると思うんですよ。知り合いでこういう人がいて、友達でとか、自分もこういうことやったことあるみたいな言ってないと思うんですよね。言ったらだってテレビ出れなくなっちゃうから、干されちゃうから、干されちゃうっていうか、時効、仮に時効だとしてもさ、そういう人間を使おうと思わないでしょ。だからみんな言わないんで、政治家も言わないでしょ。だってそんなことしたらさ、当選できなくなっちゃうじゃん。俺はだからそういうキャラでやってるから、そういうキャラ前提でやってるから、そういうキャラ前提でやるようにしてるから俺は成立できるだろうけど、普通の人はさ、真面目ですみたいなの売りでやってるわけでしょ。そういう人たちはもう当選できなくなっちゃうから言わないわけ、でもそういう嘘の世界が俺は嫌だから、俺はこういうふうに言ってるわけ。だから本当に隠し事とかしたくないから、本当できる限り。俺のことは何て言うんだろう、俺が喋ることによって誰かが不利益になるっていうのは俺は喋らないようにするけど、俺のことは全然喋りたいというか、喋らなかったらリアル本当のこと話せないじゃんか、だからこれ本当だから大麻とか覚醒剤が やるんじゃないぞお前ら、これ言ってる人後藤輝樹が言ってたからできるとか思わないでほしい、思わないでほしいし、俺はたまたま、そういうのがあってやってね、なんとか今普通にあれですけど、だから本当に、そういう犯罪とかを犯してほしくないから、それには本当適切な刑罰も必要だし、そういう風にしないといけないと僕は思いますし、そのなんつうんだろう、そういうことするやつはもうダメだみたいな、自分の 本心本音を隠した状態で喋ってることに対しても俺はちょっとイラつきもあるし、だから僕はオープンに喋ってはいます。はい、本当に、でももちろん本当に俺そういう今はって言ってあれですけど、本当だから政治家目指すようにってもう犯罪をしてないから、本当に神経質だから。子供の頃はだから本当結構やんちゃしてましたけど、やんちゃって言ってもそんな悪い不良じゃないけど、なんかなんつうんだろう、ヤンキーでも不良でもないけど、結構やってますけど、ヤンキーでも不良でもないけど、ちょっとこうね、ちょっとクレイジーな感じのところがあったとは思いますけど、今は本当に、だからそういう経験、だからよくなんか昔暴走族入ってましたとか、暴走族でこんなんやってましたみたいな人と、僕は暴走族じゃないけども、俺もそういう経験談体験談としてちょっと何かの参考になってほしいから俺は言ってるわけ、まあ普通の人は言わない、でも普通の人じゃないから俺は、後藤輝樹だから、後藤輝樹にしか言えないことやれないことやるのが後藤輝樹じゃんか、だから、言ってはいるんですけど、これ次のやつもそう、モザイクなしのエロビデオやエロ本、エロ漫画など無修正ポルノを合法化します。性風俗業を合法化し、風俗ポルノ税を導入します。これも普通の人言わないじゃんか、エロビデオ無修正 OK にしますとか言わないじゃんか、俺ぐらいしかいないでしょそういうこと言える政治家、で風俗業を合法化するとか風俗税を取るとか言わないでしょ。なぜかっていうと、そんなことを女性を軽視してんのかって叩かれるでしょ。だから橋本さんとかもさ、なんか、在日米軍に風俗活用すればいいとか言ったらなんか叩かれたわけでしょ。俺は風俗合法化しようって言ってんだからもっとやばいこと言ってるわけじゃん。やばくはないと思うよ。だって今でも風俗ってあって、ね、アダルトビデオもあるし、水商売とかもいろいろ含めていろいろあるけど、僕はちゃんとした産業だと思うし、
立派な職業だと僕は思います、はい、それは別に女性がそういう尽くすのもあるあれば男性が尽くすのもあるし、うん、俺は逆にむしろやりたい、俺がやりたいぐらい、うん、俺ね本当だから、俺ね俺出張ホストとかもやったことあるんです。出張ホストとかもでも全然依頼が来なくて鳴かず飛ばずで終わったけど、俺は出張ホストとかやりたい、出張ホストとか出張性風俗とかやりたいぐらい、本当にやりたいぐらいだけど、全然応募がないから やれてないだけで、あとまだその許可とか取らなきゃいけないでしょ、そういうのもめんどくさいからやってないだけで、俺は本当にやりたいぐらいだから、別にそういうニュートラルに、だから独演会っぽくなってきたでしょ、独演会ニュートラルに俺はだから女性を軽視してるんじゃなくて、もう男性も一緒、男女平等の感覚で性風俗業って本当いいことだと思うから、男性がする性風俗、女性がする性風俗、まあ、LGBTQ の人がする性風俗あってもいいと思うから、もちろんそのエイズとかね、そういう、HIV のあれはちゃんとしなきゃいけないと思うけど、そういうのは僕はいいと思うし、こういうことを言う政治家いないでしょ、後藤輝樹しかいないんだよ、うん、だからお前ら貴重なんだよ、俺は本当に。普通こんなこと言うやつって政治家にならないから、この両方兼ね備えてるっていうのはもう奇跡だから、これ。しかもこんなに美しいわけだから、37歳でありえない。しかも低所得あり、まあいいや話それくらいやめよう。 でモザイクなしのね、エロもね、モザイだって、モザイクなしのさ、モザイクなし見たから変わる、どうな、別にモザイクなしでもあってもどっちでもいいじゃん。なんかモザイクあった方がいいっていう人もいるけど、それ選択すればいいだけの話だから、どっちがいいか。どう考えてもモザイクがない方がいいでしょ。だっていいっていうのは、なんつうんだろう、その見栄えだけじゃなくて、だってモザイクが、その外国はモザイクなしなんで。ってなると、日本の富が外国に流出することになるわけ。アメリカのサーバーを通して日本に返せば、裏、モザイクなしも OK、合法化されちゃうわけ。わかる？日本では販売できないけど、アメリカで販売すれば、モザイクなしのが売れるわけ。極端な話言うと。となると、モザイクなしのが見れちゃうわけ。だって日本からそのアメリカの方にアクセスしちゃう、見れちゃうわけ。そうすると、その日本でのその日本で得られるお金がアメリカに流れちゃうわけ。損でしょ、それ。そのお金は本来であれば女優さん、セクシー女優さん、セクシー男優さんに、流れるお金が日本のクソ法律のせいでアメリカとかその外国に流れちゃうわけ、うん、それだってさ、そのモザイクかかってなかったからって頭おかしくなるの。俺のさ、政見放送もそう、あのチンコとさ、チンコとかマンコとか俺が言って、それさ、チンコとマンコと聞いたらさ、頭おかしくなる人いる？チンコとマンコの描写見て、なんつうんだろう、頭おかしくなる人いる？いないっしょ。まあ、いるかもしんないけど、厳密に分かんないけど、いるかもしんないけど、だって自分についてるもんだよ。自分についてるもん、モザイクかかってるっておかしいっしょ。誰かと結婚するわけでしょ、誰か。普通に考えたら、それモザイクかかってないでしょ。モザイクかかってたらさ、どこで学ぶの、うん、無責任でしょ、国とか政府って。それ見せなかったらセックスのやり方わかんないじゃん。どこでお前らセックスのやり方教わったの。もう独学で学ぶしかないわけでしょ。なのにモザイクかかってるって、これ異常なんだよ。これ気づいてほしい。セックスのやり方知らないのに子供を産め産めを言ってるんだよ。おかしいでしょ、うん、気づいてほしい。それもう国が個人に任しちゃってるわけで、も少子化なんとかしようとか、そう、少子化なんとかするんだったらモザイクなくせって話じゃんか。ここに中出ししてくださいとか言わなきゃいけないわけじゃんか、本当に。これ真面目な話で、だってやり方わかんないじゃん。正直だから、うん、初めての時はだからちょっと申し訳ないことしたよ、俺も多分。
分かんないから穴が、うん、あでも裏ビデオ見てたから、その時裏ビデオ見てたから、うん、厳密に言えば、ね、分からなくはないけど、でもその裏ビデオ見るって言っても数が少ないから分かんないわけよ、うん、でその裏ビデオ見たことあるレベルで、それで学習できるレベルほど見てないわけよ、うん、だからエロ本とかでもね分かんないしさ、どこに入れていいか分かんないとかあるわけでしょ。もうそういうのさ不幸じゃんか。そういう不幸を取り除くのが政治家とかの役目でしょ。でもそういうこと言うとさ、頭おかしいとか不謹慎とかとかさ、そういうふうに思うやつがいるでしょ。俺みたいなやつが言わないと一生もうモザイクかかったままなわけよ。わかる、うん、だから俺はそのモザイクをね、なくして無修正ポルノを合法化したりする。それはだから漫画とかアニメとかもそう、今モザイクかかっちゃったりしてるけど、そういう同人誌とかももうそういうの撤廃する、うん、美術とか芸術とか写真集とかももう全部、丸見えにする。その医学、今医学とかは平気かもしれないけど、そういうのも合法化しますんで、はい、ちょっとお腹空いてきた、ちょ一旦止める、お腹空いてきた。はい、俺の政見放送もさ、放送禁止用語をそのチンコとかマンコとか言ったために削除されたけど、あれも削除する必要ないと僕は思いますし、あれを削除する理由がもう本当意味不明です、はい、だから表現の自由をに反してると僕は思います。あとさっきの補足だけど、高木沙耶さんが大麻を合法化でね、選挙出てましたけど、で大麻で使用してて、高木沙耶さん捕まりましたけど、ああいうのは本当にね、やめてほしいなと思いますね。そういうのを言うんであれば法律を守ってほしいなと僕は思います、だから僕もそんなやってないですし、大麻なんてやってないですし、覚醒剤もやってないです。だからその合法化するまでは、うん、そういうちゃんとそのタイマーのその吸引とかは控えるべきだなと僕は思います。もしくは控えないんであれば自分はやってますと言ってほしいなと。正直に私は過去にやってましたと。だそういうのを隠すからなんです。だからその高木さんもさ、そういう選挙に出るときに私はちょっと やってましたと、だからやっても問題ありませんでした、だから進めますっていうのは分かるんだけど、やっぱやってないのにやる、そういうなんかうさんくさいじゃんか。どう考えてもやってるとしか思えないじゃんか、経験があるとか。だからそういうのも含めてね、本音で喋ってほしいなっていうのがあるから、俺も本音で喋りたいと、自分のね正直な気持ち、嘘とかなるべくつきたくないんですよ。だから高木さんもね、だからそういう本当に、自分はもう本当は過去の話で申し訳ないんですけど、とはもうこういうことして申し訳なかったんですけど、私はこういうことをしたことがあって、本当にそれの時に良かったんで、タイムアウトで、ここでね、その覚悟がやっぱ必要だと思います。それで、ね、もしね時効が過ぎてたのか過ぎてなかったのかも分かんないですけど、もし過ぎてなかったとしたら、でもそのぐらい自分は塀に入りますと、その代わり自分はこれをそのぐらい伝えたかったんですっていう風なの覚悟があれば、国民もさあ、あえて言ってくれたんだみたいな、そういうのあるかもしれないけど、そういうの言わずに立候補して後でバレて捕まったり、そういうなんかかっこ悪いじゃんか、そういうの。だから俺は初めに言うし、そんななんかなる前にですか、だからそういう風にやってますけど、まあ補足で、はい、パチンコ店を減らします。パチンコ税も導入します。パチンコ店多すぎでしょ。だからカジノダメとか言うけど、その前にパチンコ店減らせって俺は思いますね。だってパチンコ店なんてうようよあるじゃないですか、そこら辺歩いてて、繁華街歩いてたら、もうなんで
カジノは異様にね反対するして、パチンコ店は何も言わないの。パチンコ店のさ中毒者の方が多いわけでしょ、ギャンブル中毒とかで。パチンコ店なんてしかも監禁してんのに、それに対する税金も払わないわけじゃないですか。競馬とか、そういったものは、税金取ってるわけじゃないですか、そのギャンブルに対する。なのにパチンコ店はそういうのしないって。 それでさっきの在日特権の話で、在日特権ないとか言ってる人もいますけど、明らかにパチンコなんて在日特権なわけでしょ。でパチンコで儲けたお金が北朝鮮に渡って、北朝鮮の核開発に使われてるっていう話もあったりするわけじゃないですか。でなのにパチンコ店をなんか営業させてるって、もう意味がわからないですよね。で韓国なんてあのパチンコもう禁止しちゃったわけですよ。で日本はまだ続けてるとか、もう常軌を逸してるとしか思えないですよね。でパチンコっていうゲームをね、廃止を別にしなくても僕はいいと思います。ただそのパチンコでね換金してお金がもらえる仕組みはあの廃止しなきゃいけないと思います。だからパチンコをね、ただゲームセンターみたいな形でパチンコして、え、玉が入ってやったーっつって、別にそれで終わりでいいじゃないですか。そこでなんか物をもらえるとか、あのお金に換金できる、それがおかしいと僕は思います、正直。だからゲームセンターでそのある程度のその景品だけはもらえますけど、それ以上のはもらえないような仕組みになってるわけですよ、法律で。それは法律違反になるから。なのにパチンコ店だと、何かなんか変な、なんかその玉でいくらもらえ、なんかそのなんかもらえて、なんか変なこのなんかなんか金のなんかじゃこなんかカードみたいなんかもらえるじゃないですか。なんかそれで換金してたらお金もらう、おかしいじゃないですかそれ。それ違法でしょ、明らかに。違法をなんか合法化にしてるっていう、なんかそれを普通にさせてるのがちょっとね、もう明らかにおかしいですよね。でこれをおかしいというと差別だっていう人もいると思うんですよ。もう意味不明ですよね。普通にパチンコしてゲームでなんかゲームのなんかこうリアクションになって、やった面白いで、それで済めばいいじゃないですか。それをなんか換金するからおかしなことになるわけで、換金したら物がね、過剰に物がもらえるとかさ、パチンコで生活してますから、もうそれおかしいでしょ、どう考えても。それギャンブルじゃんか、そしたらギャンブルであればギャンブルの税金を課税しなきゃいけないのに、そこ課税してないわけでしょ。どっちから攻めてもおかしいわけで、これを言う日本の政治家がいないわけじゃないですか。じゃあこれどういうことか、ちょっと止めます。ちょっとご飯食べてる途中だったんです、これを言う政治家がいないわけじゃないですか。じゃあどういうことかっていうと、そういうことなんですよ。日本が戦争で負けて、日本はだ支配されてるんですよ。わかります？戦勝国に支配で、在日の外国人の方が支配してるわけです。少数のだから日本だから、ね、不思議なのは、なんか在日外国人が差別されてる、少数の在日外国人が差別されてるみたいな、洗脳されてますけど、そういう報道されてますけど、実は少数の人たちが日本社会支配してるんですよ。少数の外国人、少数の在日外国人、まあ戦勝国アメリカも含めて少数の在日外国人が日本社会全体を支配してるんですよ。わかります？芸能人とかって外国人の人って多いじゃないですか。それはダメとかそういうことじゃなくて、比率的にね、もう合わないと思うんですよね。日本人たくさんいる中で、もちろんさ、芸能界って目立つ人が輝ける社会なんで、そういうのはあると思うんですけど、見た目が変わらない人たちいるわけでしょ、日本人と同じアジア人でにしては比率多いじゃないですか。じゃあなんで出れるかって言ったら、まあ、大してね、かっこよくもかわいくもない、なんで出れるかって言ったら、そういうコネがあるわけでしょ。わかる？コネがあるから出れるわけでしょ。でそのテレビってすごい力なんですよ。でテレビでこの人は人気だってなると、その人人気になっちゃうわけですよ。大したあれもないのに、この人今流行ってる、この人が人気ですってなると、その人も人気もなっちゃうわけ、一夜で。そうするとお金入ってくるわけでしょ。それ回ってくるわけでしょ。だからもうみんな洗脳されてるわけ、そういう大衆洗脳装置だから。
だから本当にだからなんか特権がないとか言ってる人もいると思うんですけど、すごい特権は僕はあると思います正直。で、まあ、世の中全体がねコネで回ってるわけですよ、うん、だから世の中全体がね平等じゃないんです、不平等なんです、うん、でも日本でもそうだけど世の中平等ですみたいな歌ってるでしょ。だから嘘つきが多いんですよ、嘘つきなんですよ社会は。でも俺はそのなるべく平等にしていきたいって俺は思ってる。うん、うん、そうですね。なまあそれパチンコも、ね、含めてね、不平等でしょどう考えても。うん、だそういうのをなくしていきたいと思いますね。消費税、所得税、住民税、法人税等を物や地域や世代等で自由に設定可能にします。これも僕が作った画期的な税制度なんですけど、消費税とか所得税とか法人税とかを地域とか世代、物とか地域とか世代ごとに自由にパーセンテージを変動できるような、社会にします。例えば、水は、消費税ゼロと、スマホは消費税 10% とか、そういうふうにしていきます。例えばそれをなんかネットでピッてやるともうその日からすぐ変わるような、さっきのシステムと一緒で、オンライン化すればすぐ切り替わるわけですよ。そのなんか紙じゃないから切り替えることが可能になるわけです。で地域とかもさっきの賃金もそうだけど、東京都の千代田区は、消費税、住民税が 10%、 横浜市の場合は 8% とか細かく、やっていく、細かく切り分ける。だからまあ横浜市南区で、住民税 8% だったら隣の、江南区は 5% とか中区は 10% とか、そういうのを変えていくようにできるようにする。で法人税とかもそう、東京今一律なんだけど、東京だったら法人税高いけど沖縄に行ったら法人税安いと、0% だと。そしたらみんな、企業がさ沖縄とかに移すわけでしょ、法人その本社を、会社を。そうすると、沖縄が、沖縄に、その人が人とか物とか集まってきて地方が活性化するわけじゃんか。だから日本均一にやるからダメなんです。地方をねその活性化させるとか、地方自治とかありますけども、地域分権とかいろいろそういうのありますけど、まあ地方をね中央集その東京一極集中じゃなくて地方も活性化させるんであれば、そういうふうな税制度、消費税、所得税、住民税をそういった地域とかものとかによって変えられるようにする。で世代もそうなんですけど、若者は税金を安くする、例えば横浜市、うちの町は若者に来てほしいから、若者は無税にしますと、その代わり高齢者は、20% いただきますとか。そうすると高齢者が来なくなるわけでしょ、で若者が入ってくるわけでしょ。そうすると町に活気が出たりするわけでしょ。そういうふうな形で、自由にね各町がね、税制度を変えられるようにする、そういうふうにしたいと思います。それをもう本当に、ワンクリックでできるような、ネットでちゃかちゃかってやれば変えられるような、で今日の税率みたいなのがこうなんかネットで調べると出てくるみたいな、だからアプリとかでね、消費税安い町はどことか、法人税安い町どことか、それ調べられる。でそういう感じにしていきたいなと思ってます。はい、独身税、肥満税、海外旅行税、ペット税、企業に対する食品ロス税、ハリウッドや韓流などに対する外国文化税などの新税を導入します。はい、全部いっちゃうから、もうこれ全部いけるわ。消費税を原則廃止し、物品税かっこ贅沢品税を復活させます。年間収入100億円以上の宗教法人に、宗教法人税を課します。はい、もう全部税金のことなんですけど、まあ、さっきのも含めて、なんですが、まあ、だから僕は幅広い税金を課した方がいいという考えなんですよ。だから今日本だと消費税を増税するか減税するかみたいな
もう一つの、ね、話になっちゃってますけど、あの範囲を広くして広く浅く、取った方がいいと思うんですね。でそれをやるにはやっぱりネットにつながってオンライン化しなきゃいけないと思うんです。そうすればできるんですけど、独身の人には、独身税を課する。なぜかっていうと、やっぱ少子化を改善したい、まあ、結婚してる人を、手厚くしたいっていうのがあって、独身だと、独身税払わなきゃいけないんであれば、結婚しようとか、独身税払ってて、その分をその子育てに、お金を使おうとか、そういうための独身税なんですよ。で、肥満税はやっぱりその肥満してる、肥満というか、あの肥満体の人の方がお金がかかると思うんですよ。あの病気になったりするわけだし、あの場所とかも取るわけでしょ。あのなので肥満の人と健康に意識してる人の税率が一緒っていうのもおかしいと僕は思うんです、個人的に。なので、ちょっとこう肥満の人はちょっと肥満税、いただきますっていう、税率なんです。でどうやって決めるかっていうと、僕はあのマイクロチップとか埋めたりとか、そういったのもしますんで、将来的にはこの人が肥満なのか肥満じゃないのかっていうのはもう、中央のコンピューターで分かるようになるので、そういう形だったりとか。で海外旅行税なんですけど、やはり僕は内需を拡大させたいんで、日本なので、その外国に流れるお金を抑制したいので、例えば海外旅行行くときには1万円かかりますと、じゃあ海外旅行1万円、税金で取られるんだったら、じゃあ日本のね、なんか宮古島行こうとか、北海道行こうとか、日本に旅行してもらうための、日本でお金を落としてもらうための税金です、海外旅行税。でペット税ってやっぱパピーミルとかそのペット工場っていうのはあるわけですよ。でペットショップでね、売られているペットっていうのは、お父さんお母その犬のね、お母さんお父さんから生まれてくるわけですけども、そういうなんか本当にペット工場というか、衛生面でもちょっと分かんないですよ、ちょっととにかく産ませて、商品のために産ませて、商品のために産ませて本当にもうボロボロになるまで産ませて商品化させるわけですよ。でそれでやっぱ犬の権利、犬権っていうんですか、侵害してると思うんですよ、生物生命としての、その業者が潤ったりと か, だから僕はブリーダーがね、直接そのペットをね、なんていうんですか、この人だったらちゃんと育ててくれるっていう人に対して、譲渡するとかいいと思うんですけど、いたずらにね、なんかペット販売して、なんかちょっとバカな若い子がね、なんかペット可愛いから欲しいっつって買って、ちょっといらなくなったから殺処分とか、もうそれは最悪じゃないですか。でそういうのをやっぱなるべく阻止したいですし、あとペットを飼ってるとやっぱどうしてもやっぱ少子化につながっていくと思うんですよ。ペット飼っててペット可愛いじゃないですか。そうするとやっぱ結婚しなくてもいいやって思う。もちろんペットでね、ペットが縁で結婚する人もいるかもしれないですけど、ペットに愛情が注がれてしまうわけですよ。だからペットがいなければ、男性とか女性を求めようとか、そして子供を作ろうとか、そういうのになるかもしれないですけども、ペットがいるとペットに愛情を注んで、ペットがいればいいやっていう傾向になると思うんです。それは僕の考えですけど、だからもちろんペットで外縁でね、結婚することもあるかもしれないですけども、なのでペット税でペットとかね、散歩とかして、まあね、ペットが糞尿したりとか、まあいろいろあるわけじゃないですか。そういうのも含めて、でまたさっきも言ったけど、そのいたずらにね、ペットを飼っては、処分するとか、それはペットっていうのは犬とか猫だけじゃなくて、その爬虫類だとか、そういった、海外のそういうのあるわけですよね。でそういうのが入ってきて、例えば
アリゲーターがとかいらなくなったからタマが捨てて、ワニがいるとかアリゲーターがいるとかそういうのあるわけですよ。でそういうのを抑制するっていう狙いもありますんで、うん、だからそういった環境保護も含めて、ペット税っていうのを課そうかと僕は思います。でペットもその登録制にしてね、あのこの人が、飼ってますって、そういうのもちゃんとそのオンライン化であのこの人が飼い主だって分かるように、したいと思ってます。企業に対する食品ロス税ってやっぱその企業とかでね、あのコンビニとかでその賞味期限切れたものっていうのはもう捨てちゃうわけですよ。本来であればまだ食べれそうなのにもう賞味期限切れた、近いから捨てちゃう。やっぱそれもったいないと思うんですよね。なので、そういうのを少なくするために、食品ロス税を導入する。それを導入すれば企業も食品ロス税払いたくないから、なんとかして食品ロスを減らそうというふうになると思うので、食品ロス税を入れるという感じです。でハリウッドや韓流などに対する外国文化税なんですけども、やっぱり僕は日本文化を育てていきたいので、ハリウッド映画とか韓流映画とか韓流文化とかハリウッド系、まあ、ディズニーとかも含めてですけども、そういったものを取り扱う場合は外国文化税としていただくと、その分を日本文化、アニメ、ドラマ、映画とか漫画とかに、ゲームとか注いで、日本文化を保護していきたい、守っていきたい、海外に発信していきたいっていう狙いがあります。結構今ね、もうハリウッドとか韓流とか結構すごいと思いますし、映画とかもそうですし、まあ、ディズニーとかも、だからそこに対しての一定のブレーキみたいなのは、かけたいなと思っています。で消費税を廃止、原則廃止し、物品税、贅沢税を復活させます。だから消費税を、基本的なものは0円にすると。で贅沢品に関しては、これは 5%、10% とかそういうふうに、やるっていうのをここでは書いてます。ただまあさっき言ったその消費税を地域とか物とかによって変えるっていうのとちょっと重複してるんですけど、だからそれも合わせて、原則消費税 0% にして、地域とか物によって、負荷をかけていくっていう形ですね。で年間収入100億円以上の宗教法人に宗教法人税を課します。だから宗教法人、大きい宗教法人あるわけでしょ、なんとか党みたいな、なんとか学会とかあるわけでしょ、そういうところからは宗教法人ってお金、もう税金かかんないわけじゃん。だから儲かるわけでしょ、みんなやってるわけでしょ。そこに対してもうあまりにも大きなところは、いただきますと。でもほらちっちゃな神社とかはそんなに 年間収入100億円とかないだろうから無税ですけども、であとはその日本の国家神道系のね、日本の文化、日本のその伝統文化系はまあ免除しようと僕は思ってますけど、いわゆるその新興宗教的な感じので、その、ね、年間収入100億円以上とか超えるようなところは、宗教法人税を課するべきかなと僕は思います。だってまあ政党とか持ってるわけでしょ、ちょっとそこはもうそれ必要あんのって僕はちょっと思っちゃうんで、政党とか学校とかどんどん作っちゃってるわけじゃんか。本来はその趣旨とはちょっと離れてってると思うので、であればそこから、そこに課税するのは別に妥当かなと僕は思います。本来はやっぱ宗教っていうのは人のね、生活、心をね、救うものなので、それをやっぱちょっとあまりにもまあ密接してますけどね、政治も学校とかも密接してるんですけど、まあ、医療も含めて密接してますけど、じゃあ何でもありになっちゃうので、そこら辺に関しては課税していきたいなとは僕は思います。であとはまあ続きはウェブでって書いてあって、あとね、国を愛するのに右も左もない、俺は俺、愛国革新っていう書いてあるんですけど、愛国っていうのは一般的に右 で革新っていうのは一般的に左なんですけど、僕はだから両方持ってるし、別に右とか左とかでもなくて、もう俺は俺と、そういう風にやってます。だから本当に感じてほしいんですね。右だから右の立場から言うとか、左だから左の立場から言うとかじゃなくて、もうよく言ってるんですけど、
右の翼もあるし右翼でしょ、右の翼もあるし左の翼もある、両方の翼がなければ、左右両方の翼がなければ、両翼がなければ飛べないでしょ、飛び立てないでしょ。だからあの両方持ってるし俺は俺だと。で右も左もなくニュートラルに、見てほしいと、真ん中の目で、サードアイで見てほしいと、感じてほしいってことなんです。まあ、そういう感じですね。ということで、ちょっと長くなりました。だからトータル2時間ぐらい、これ35分だから、前1時間半で切れちゃったから、今この前の動画、はい、結構やっぱ長丁場でしたね。ちょっと疲れてきました、本当。1時間半ぐらいになると疲れるね、本当。ということでね、4年越しのね、後藤輝樹様独演会でしたけども、やっぱ後半の方はやっぱ毒というか、ちょっと普通の人がね触れないようなテーマが残ってましたね。うん、はい、まあそんな感じですね。ということで、後藤輝樹様講演会、独演会後半戦、はい、何かの参考になれば幸いです。まあ僕のね制作のね一部をちょっとこう感じられたら幸いです。ということで、でピンクのところはね言ってないんで、はい、ということで以上です。はい、ちょっと疲れたわ、本当。はい、ということで お前ら愛してるで、ちょっと、聞いていただき本当にありがとうございました。失礼いたします。